皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回はラスベーザーを大魔導士2人を入れてやっていきます。装備や心構成に関しては左側に載ってる感じです。で、全キャラのいきなりスキルすべてオンにしてやります。で、大魔導士のウロボロスの杖を装備してるキャラなんですけど、炎氷の融合をメラーが 44% で、ヒャドが 43% にしてます。で、ターンの行動スキルっていうのを左側に載せておきます。で、結構ね長期戦になってしまったので、まあちょっとね長いなって思う方は少し飛ばしながら見てください。で、まあね、大魔導士2人入れてるのでちょっとね耐久力が厳しいんですけど、でもなんとかね守り人の仁王立ちを使いながら立ち回っていく感じですね。1ターン目に凍てつく波動でラスベーザのバフを全て剥がすので攻略としてはしやすいんですけど、ただ凍てつく波動の MP 消費がかなり重いんですよ。これがねちょっと、きついかなって思うんですよね。本当は凍てつく波動の後に魔境の栄翔を入れたかったんですけど、でもちょっとね後半多分 MP が持たないので魔境の栄翔は入れませんでした。魔境の栄翔を入れてるのはウロボロス杖のメドローアのキャラですね。このキャラだけは魔境の栄翔を入れました。結局長期戦になるにつれて MP っていうのが切れてしまうので、特に大魔導士ですね。なのでまあそこはねちょっと厳しいんですよね。特にまあ早く倒すには連続呪文とかが出た方がいいんですけど、ただその分 MP 消費も重いので、そこはねちょっときついですよね。ただまあメドロワに関してもサイコストームに関してもかなりいいダメージが出てます。で、この闇の衣の黒煙のサイコストームですね、これは、あれなんですよね、たまに地震の呪文耐性を上げることができるんで、そうすれば3連続メラゾーマの火ダメージを軽減することができるんで、これはかなり使いやすいですね。ただまあ今回ラスウェーザーやって思ったのはゾンビキラーの攻撃源が欲しかったなって思いました。なんだかんだこのラスベーザーに関しては物理が多いんですよね。なので攻撃源が1段階でも入れることができればかなりね火ダメージ軽減ができるんですよね。まあもちろんトラップとかも痛いんですけど、それよりもやっぱり斬撃の火ダメージが結構でかいので、ゾンビキラー、まあどれぐらい攻撃源が入るのか分かんないんですけど、ただゾンビキラー持ってる方は結構戦いやすいんじゃないかなって思います。ゾンビキラー欲しかったね今思うと。自分あの魔人の斧は持ってるんですよね。なので魔人の斧で呪文威力を下げることはできるんですけど、ただ、まあ、ラスベーザーに関しては3連続メラゾーマはやるんですけど、ただまあ物理のはやっぱ痛いので、ゾンビキラーね、取れてればね最高だったんですけどね。まあしょうがないかな。まあそこはねやっぱそのゾンビキラーと魔人の斧同時のガチャだったんで、あれね日本狙いに行くっていうのはねちょっとね厳しいなって思ってやんなかったんですけど、まあ天井でどちらか選択っていうことはできたですけどね。ただまあ天井まで引くまでのガチャではなかったので、
まあゾンビキラー当たった人は、今回の攻略でかなり使いやすいんじゃないかなって思ってます。まあ、このね守り人もなんとかミラク、なんだっけ、栄誉の槍使いながら立ち回ってはいるんですけど、でもやっぱね物理の火ダメージがちょっときついかな。またこの渚の、夏の渚のベホマラですね、これがこのサマーメモリーの回復は結構いいですね。結構そこ、その呪文が今回使いやすいです。まあもちろんあの2気球ロッドはかなり使いやすいんですけど、特にこのラスベーザーはラリフォーマー使ってくるので、これがねこれで眠ってしまうと、特に回復薬が眠ってしまうとかなり致命的になってしまうので、2キューロットかなり使いやすいんですけどね。ただ回復量がねちょっと追いつかないっていうのがあるので、まあサマーメモリーを使ってるんですよね。サマーメモリーは使いやすいな今回。まあねラスベーザーは特に自分がきついのは、まあ、物理の火ダメージもそうなんですけど、あの雄たけびとラリフォーマー、この2つがきつい、特にきつい。雄たけびで行動不能になってしまう、行動停止一旦なってしまうのと、ラリフォーマーで眠ってしまうっていう、この2つの要素がちょっときついかな。まあ自分フルオートでやってる時は、まあ、昨日の動画でフルオートの動画出したんですけど、その動画でやってる際も、まあ眠り耐性を回復薬大進化持ってるんですけど、ただ万が一眠ってしまった場合は目覚めの花で解除してやってるんですよね。やっぱ基本フルオートで周回できた方がかなり心集めが楽なので、まあ基本ねフルオートではやってるんですけど、ただまあ一旦ね守りの盾使うのもめんどくさいんで、まあ眠ってしまった場合は目覚めの花で起こしてます。やっぱ特にねこういうラスベーザーみたいに強いモンスターっていうのは、特にねこう心集めで周回する際はやっぱフルオートが一番やりやすいので楽なので、やっぱねフルオートで集めていきたいですね。特に今回ラスベーザーは、まあ、キラーマジンガー以来の、まあ、黒の心なんですけど、まあ、かなり強いんでね4つ集めようかなって思ってます。まあ、4つ集めとけば、まあこれからねレベル上限がどんどん上がって上限が上がっていくにつれて、その分コスト、心のコストっていうのも結構重いコストでも装備 できるようになるので、そうすればこの例えばね呪文パ集会の時とかそういう時でもこのラスベーザーを入れて集会するっていうこともできるようになってくるので、やっぱり4つかな。特にラスベーザーの心の性能を見ても回復薬にも使えるんですよねこれ。なのでそれを考えた時に、やっぱ4つだな、3つじゃなくて絶対4つだなって思います。結局キラーマジンガだって物理周回、回復なしの物理周回でやる際に4つ入れるっていうことも全然あるので、それ考えるとまあラスベーザーも4つ必要かなって思ってます。まあ全力で S を取りたいと思ってます。でここで討伐完了です。まあね世界中の歯道具は使っちゃったんですけど、まあいいかなって思います。で心は早く S が欲しい。心は
D ランクからの C ランクで、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。